1万円なさそうだな。まあまあ、しゃあない、しゃあない。花火を見に集まった人たちから少し離れたところにあるベンチに座った。でもなんかクリアはありそうだけどね、クリアの1万円は。あ、でもそっか、でも、こっちがキャラクリエイトだからどうなんだろう。とんでもねえ一日だったな。今回だけ親父ギャグを言う権利を譲ってやろう。あ、そいつはありがたい。腹を割ってアナウンスでスッキリしたよ。私もだ。君のような友人ができて嬉しいよ。もう一つ、君に言っておきたいことがある。なんだ？そう、そっち？ちょうど花火の音と隠れて言うのかなと思ったの今。一番ボーンって言ったから。何がと思ったらそんなことかよ。知ってたよ。んだと、初めから知ってたのか。あんたの動きを見てりゃ言わずもがなさ。ブライアンがまた笑った。気にするなって、おたおたしてるあんたは可愛かったしな。ちょっと、釣りに興味があるならいつでも教えてやるよ。友人としてったよな。はあ？何か落ち着かねえな。何が？あんたともう張り合うつもりはねえが。なんつうか、まだ釈然としないことがあるんだ。あ、来るぞ、こっから。男と男の声が。友達同士で何回も言うな、そういう時、今デリケートだから今。友達、友達。俺たちの関係さ。そう思ってるのは俺だけか。彼の穏やかな笑顔が照らされている。何を用意としているのか私は不意に理解した。驚いたな。どんな感じが渦巻いてたのかよく気づいた。嫉妬だと思っていたが本当は。いや、君だけじゃない。ダメだ。あんたが隣にいると花火に集中できない。ちょっと急に来るな。ちょっと男と男の激しい恋愛を受け止める心の準備ができてないけど大丈夫？唇を重ねた。手を私の肩に乗せ。もう肩の手を、はあ、ほっとする。キスが前のはどちらか競争しようか。我々はもう一度キスをしようと私を引き寄せた。受けたろうじゃないか。ああ、終わったっぽくない？どうなんだ？ダットポイント引く。最後決めたかったな。どうなんの？あ、これであれか、なんか最後のあれか。これで準備完了かな。そろそろアマンダが帰ってくる時間だ。アマンダが私た指導に車を乗り入れる音が聞こえる。よし、いつも通りに振る舞うぞ。落ち着け、ごくん。自然な調子で行こう。ただいま、パパ。ん？何かいつもと違わない？まずい。アマンダ。残念ながら、FBI に見つかった。残りの人生は犯罪者として生きることになる。奴らの捜査の手が及ばないように、できる限りのことはしてきたが、アメリカ政府の権力と、資金力には太刀打ちできなかったらしい。私を生きたまま逮捕できると思ったらお間違いよ。冗談だよ。お前サプライズを用意しても、俺もよく選べたね、今。即 FBI を。このゲームやってきたってことだよな、今の即答は。絶対悟空もそう言うもん。嘘をつくのが本当に下手だよね。我が娘アマンダよ、キッチンに来たまえ。新しいパートナーですか？言ってくれ。お前は先週高校卒業なんて大したことじゃないと言ってたが、シンプルプレゼント？信じらんない。寮にいても、行ってもこの家のことを思い出せるように持って行ってくれ。DVD、ボックスセットは見てたね、さっきもね。しかも特典映像付きだぞ。なんとドラマに映り込んでしまったゴーストたちのコメンタリーだ。パパ最高のプレゼントよ。ありがとう。気に入ってくれて嬉しいよ。写真はラグビーボールを投げっこしよう。オッケー。え、なになになに、怖今の。怖、重なった男声と共に出てくる6、7人怖。
あ、なんか誰かとかじゃなくて最後はこういう感じがあるのかな。大したことじゃないと言ってたが、忘れてもらっちゃ困る。パパの仕事はお前の人生を大したものにすることだ。これは卒業パーティーだと思ってくれ。サプライズ！パパ、みんな来てくれてる？あ、みんな、お前の上に来てくれたんだ。これもしかして、マカロニチーズのバー？そうとか、好きなようにフルカスタマイズできるぞ。ほら、アイスクリームケーキも用意してある。しかも中がカリッカリのちょっと高いやつだ。パパ、私なんて言えばいいのか。何も言わなくていい。友達と楽しんできなさい。お前は自慢の娘だよ、アマンダ。え、どうなんの？よ、相棒。これ全部やらせんの？ここから。ちょっと、覚えてない。やばいやばい、ちょっと。俺たちぐらいの年には、ちょっと騒がしすぎやしねえか。心配するなって、お前がフルーツパンチを飲みすぎないように見張っててやるよ。な、俺はお前と昔みたいに話せるのが本当に嬉しいんだ。私もだよ。来た。やあ、双子ちゃん。こんにちは。やっほー。アイスクリームケーキありがとう。おいおい、お前ら、いくつ食べたんだ？ 4 個も食べたのよ。他の人たちの人たちに聞いてみて。ヘーゼルが私の嬉しい4個食べたんだ。同じ顔だもん。まったくお前らと来たら。ああ、その件については君たちでよく話し合ってくれ。会えてよかったよ、クレイグ。今度一緒に出かけよう。もちろん。アマンダにおめでとうと言っておいてくれ。この辺り、だいぶ馴染んだようですね。なんか結構いい終わり方するなぁ。なんかちょっと涙出てきそうなぁ。袋小路さん、恋作った甲斐ある？作ってきてよかった。ちょ、俺も楽しいわ。そういうこと。もっと強烈なイベントに来てください。年内にまだ大きなイベントを計画しているんです。それに、若い人たちもまたあなたのダンスを見たがってるんですよ。あったね、そういう気も。2回目のやつかな。それにもし、この後予定がなければ一緒に出かけませんか？あ、楽しみにしてるよ。邪魔とて。え、なんか、それか、なんか、誰かとかじゃないのかな。ああ。まさにチェダーチーズとマカロニの黄金比だな。実にうまいよ、ゴくん。ありがとう、ヒューゴ。アマンダがずっと憧れていた学校に合格できて、私も本当に嬉しいよ。期末試験での挽回は見事だった。私もさ、奨学金が決まって助かったよ。早いな、今の。ちゃんと先生に挨拶しなさい。こんにちは。卒業おめでとう。美術学校での活躍に期待しているよ。ありがとうございます。あ、そっか。もう先生じゃないんだから気を使わなくていいんだ。うん。私にもう私に口出しできないね。うん。その通り。進めはこうだよ。我が鎖はもはやお前には及ばぬ。やった。何を壊してももう怒られないんだ。地球儀を壊して居残りさせられたことをまだ根に持ってるのかい？全然。それで言っておくけど、壊れたのは地球儀。壊れたのは地球儀はそもそもバスケットボールのゴールに入るサイズじゃなかったからだもん。だもんだった。アマンダだった。その調子なら美術学校でうまくやっていけそうだね。ラルバト、来てくれて嬉しいよ。ああ。楽しんでくれてるかい？ああ。どうして私を避けるんだ？私たちはその、いろいろあっただろう。いいか、僕。理由はわかるだろう。私は、これにとってお前は単なる道具だったってことさ。お前も俺を道具だと思ってたろ。俺たちは同じ穴の無地なさ。少なくともお前の行動を見る限りな。それ以上の感情があるってなら俺は関わりたくねえ。問題が山積みだからな。あとでな。えい。あ、これじゃロバーツ仲良くしてたら変わるのかな。いや、待っと。アマンダの引っ越しは君が決まったら教えてよ。グレートフルバナナブレッド焼くからさ。ありがとう。アマンダが大喜びするよ。うわ、ホース短マット。実に素晴らしいガーデンパーティーだ。息子と我が輩を招待いただき感謝する。それにこのアイスボックスケーキはまさに天井の味だ。ああ、誘ってくれてありがとう。うまいよ。来てくれてありがとう。短っ。心配しないでパパ。遊園地で思惑通りになったもん。今はガールズトークを楽しんでるだけ。大学の話をもっと聞かせて。慌てないデイジー、まだ小学生なんだから。でも私、教室にパジャマを着ていきたいの。今だって着たいものを着ていけばいいの。
エイジの気持ちはわかるよ。高校なんてすっ飛ばして大学に入って科学で世界を制するんだって考えるとワクワクするもんね。ではまずは子供だってことを楽しまなきゃ。大人になるのってなんだかおかしな感じだし怖いけど、車を借りられるようになる。ではまずは中学校を卒業しないと。エイジは早く、めちゃくちゃいいお姉ちゃんになってる。私は5年生に戻りたいな。休み時間やおやつの時間が懐かしいもん。とにかく今の時間を大事にして。すごい未来が待ってる。でも成長を焦らないこと。いい、うん、分かった。アマンダありがとう。あ、来るぞ最後。最高のパーティーだったよパパ。お前のことを考えていて思いついたんだ。それでね、50分コースかな、ごめん今回。途中で切るかもな、むしろ。成長するのって楽じゃなかったけど、パパがいてくれなかったらもっと大変だったと思う。パパはいつもそばにいてくれたよね。パパだけが私のたった一人の友達だった時もあった、うん、あったな。美術学校に入ってパパから離れるのが怖かった。でも私気づいたの。パパは今までずっと私が一人で育てるように準備してくれてたんだって。だから私は大丈夫。今の私がいるのはパパのおかげよ。泣くんじゃないゴンくん。お前まで泣いて、また泣いてしまったら。パパは最高だよ、愛してる。私は泣いていた、うん、弱いところ見せるのは今日はここまで。待ちかねのプレゼントタイム。ああ何くれんの。私とアマンダの写真だった。二人の写真か。うん、私ばっかりなのどうかと思って家を出る前に一枚ぐらい。うわ、めちゃくちゃ粋なことするじゃん。もう泣きそう。パパ最高に幸せだった。お前は才能豊かで頭が良くて、将来どんな大人になるのか本当に楽しみだよ。頑張れよ娘よ。ちだって頑張ってる。お前作ってこよ。思い出は作るもの、家財を壊すものだろ。あ、うん、これからもいろいろなものを壊してやる。わざとだろうと、わざとじゃなかろうとね。パパにはいっぱい弁償してもらうから覚悟しておいてね。光栄だよ。パパに話があるみたい。急に戻ってきたな。急に英語出てきたな。これまでずっとカタカナだったのに。おお、いいね。アマンダ、言うわ、なんかベタベタ。よくあるやつじゃん。高校とかが舞台の、学校が舞台の恋愛シミュレーションゲームとかにある最後じゃんこれもう。よかったな、俺はこんなバッチャー準備できんよ。調整の逆ってことかな。ああ、褒め合うぜ、嫌というほどな。君は私よりずっと多く腕立て伏せができるだろ。これ唯一ね、もうこれまでもうめちゃくちゃ人としては完璧なんだけど、やっぱりその、この、この見た目がちょっと、重いよな。そのやっぱ深い恋愛になると、さっきのキスのシーンもそうだけどさ、もうこの見た目だとちょっと、うーんってなるもん、俺も見てて。なんかわかるだろう。なんかもう失礼だけど。見た目の差別みたいになっちゃうけど。そういうとこちょっともっとスマートな人の方が良かったかもな。そこだけは。これからもあんのかな。手早く枝を枯れるだろ。あんたは俺より歩道の雪かきが得意だろ。褒め合う方がずっと落ち着くよ。また長い夏が来るな。俺とデイジー、アマンダと釣りに行くのはどうだ。君が私を自ら引き上げてくれると約束するならね。喜んでやってやるさ。アマンダが引っ越す前にもっと父、娘、水入らずの時間を作らないとな。そうだ、気をつけてくれ。あいつは君の犬を盗んで美術学校に連れ込むかもしれん。デイジーにも気をつけろよ。スーツケースに忍び込むかも。なんかいいなあ。あんたと張り合わずに済んで嬉しいよ。私もだよ。だが君を任そうとしていた時はほどに何かに打ち込んだことはなかったよ。まあ距離を縮めるには争いが必要なケースもあるってことだな。法要チャンピオンズは譲らないぞ。そいつはどうかな。うわ、ちょうどいい終わり方。うわ、ちょうどいい。何これ。うわ、なんかハッピーな終わり方したなぁ。ちょっとこれまでのゲームにない、なんかこの、なんて言うんだろうね。いいわ。よかった。なんかなんて言うんだろう。3D ゲームとかさ、なんか結構長いやつってさ、あれじゃん。うわ、終わった。
ったっていう思いもあるからさ、なんかこう終わったですぐ切り替えられるんだけど、こうやってなんかこうシンプルなゲームでサクッと終わるとさ、俺もなんか心の準備できてなくて今ここまで話しちゃってますけどまあそうだな、感想としてはね、なんかね、正直舐めてたというか、なんか最初はさ、ちょっとふざけ半分みたいな気持ちで買ったわけよ、このゲームって。まあそんな高くもないしさ、でまあテーマがテーマだから、なんかふざけ腐ってるのかなと思ったんだけど、やってみるとね、やっぱ操作性がね、何よりも操作性が良かった。そこが結構俺の中でポイント高くて、悪魔さんすごいな、なんだこれ、悪魔さんすげえ。なんかその操作性がとにかくすごい、なんかこう全然ストレスなくてさ、やってて、そこが何よりも俺はまず良かったなって思うし、あとやっぱそのキャラクターの個性っていうところも、まあ、恋愛ゲームにはまあありがちではあるけどさ、本当にいろんなキャラがあって、確かにこうなんか被るとこないなとも思うもん、今振り返ってもさ。そのなんか親子感とか夫婦感とか問題がある人とない人ってのはあったけどさ、言ってもそのキャラとして被ってるところはなんだかんなかったなっていうところも、まあいいところなのかなって思ったかな。で本当になんて言うんだろう、まあ、人によって本当に、なんて言うんだろうな、こいつがいいなとか思うの多分違うと思うし、おのおの。俺も最後の最後までダミアンとブライアンで迷ってたけど、俺もそうだな、パート7割ぐらいというか、もう全然その、まあ、前回か前々回までは本当ダミアン一強だったんだけど、ブライアンのなんて言うんだろうな、なんて言うんだろうね、やっぱ一番の決め手は本当長いスペシャルサンクス、すごいな。とにかくやばい終わりそう、やっぱこう人として惹かれる部分があるのかなって。最後置いたのはやっぱね、やっぱ人は見た目じゃないよ、やっぱブライアン見て思ったけどさ、やっぱこう娘との関係がいい。ああちょっと、あちゃんと反映されてる、やだ、アマンなのかはちょっと違うけど違うっていうか、ちゃんと写真として馴染んでるけど、これはさすがにあれだな、俺が多分ずっとここら辺に出てた俺の顔がそのままはめ込まれてるとはいえね。いいな。あった一万円あったよ、あったよ一万円。どういう写真これ、芸術的な写真だなこれ。どの水の中まで入ってるからなこいつ魚。いやまあ人は見た目じゃないんだなと思うよ、ブライア見て思うけど。あってかなんか色ついてる、クリアして色つくんだ。まあこれ昆布とかありそう。まあそこまでは動画ではやんないけどさ、やってもいいけどやってもいいけど結構長くなっちゃうからな。でも本当にでもやってもいいなって思うぐらいいいゲームだった本当に。いや本当でも本当ブライアン見て思うわ、なんか見た目じゃないってさ言うけど本当そうかもなって思った、マジで。人間性とか娘との関係とか娘同士の関係かとか、やっぱそこら辺コールするとやっぱ本当に全然忖度抜きで一番だもん、ブライアン、まあカダミアン迷ったけど、なんかもう娘同士仲いいってのはやっぱ分かったわ。なんかその再婚とかでよく言われるのがさ、息子とか娘の決断だったみたいなのもあるけどさ、分かるわその気持ちが。うん、もう本当に良かったわなんか。うん、どうしようか、まあまあまだ語れることはただ多々あるけど、まあとりあえず終わるか。まあまあ言えることは言ったしな。なんか本当に、うん、面白かったかな。ミニゲームもまあまあ本当ミニゲームって感じでやりやすかったし、ちょっと分かりづらかったこともあったけどね。うん。いい一枚絵だな。このタッチが変わってるのもいいな。みんなこのタッチになってんのかな。海外の絵本タッチ。いやーちょっとやろうかな個人的に。
まあいいや。はい。じゃあこれでドリームダディのね、実況プレイ、まあ終わりかな、終わりにしようかな。はい。というわけで、ドリームダディ実況プレイ終わろうと思います。ありがとうございました。